水の都ベネチア、ラグーナと呼ばれる干潟の中にある117の島を177の運河、400の橋がつなぐ町。交通手段は船だけ。車も自転車すら通れない中世そのままのような都市です。運河の活気と喧騒の中に響くのは愛の歌カンツォーネ。陽気なベネチアンたちは街角でも大胆に情熱的に愛を語らいます。そんな恋人たちをじっと見下ろす愛と美の女神ヴィーナス。大海原の波の中から生まれたというこの神話の女神は美しい羅針で多くの芸術を生んできました。そのヴィーナスを描かせたら右に出る者はいないと言われた画家がベネチアにいました。テツィアーノ・ベチェリオ、画家の王とまで称えられたベネチア派ルネサンス絵画の巨匠です。彼が描き残したヴィーナスはその後あらゆる時代の画家たちの裸婦像に影響を与えました。ベラスケス、ルノワール、きら星のような画家たちを魅了したのです。そんな画家の王の傑作を見たいならマドリッドへ。ベネチアにいながらスペインの宮廷画家でもあったテツィアーノは作品の大半をこの地に残しています。それがプラド美術館。歴代スペイン王室のコレクションを中心に3万点以上の美術品を所蔵するヨーロッパ屈指の美の殿堂。今日の一枚はこの美術館の至宝です。ティツィアーノの作ヴィーナスとオルガン奏者。見る者の目をまず釘付けにするのはヴィーナスの輝くばかりに白く豊かな肉体と全てをさらけ出す大胆なポーズです。そして画面の左側には鍵盤に手を置いたままヴィーナスを振り返る宮廷装束のオルガン奏者。そのいわくありげな視線はどこに向けられているのでしょうか。そもそもなぜオルガン奏者がヴィーナスと一緒に描かれているのか。背後に広がる庭園風景も意味ありえです。噴水にクジャク、鹿のつがい、そして抱き合う男女。この絵を依頼したのは皇帝カール五世。日が沈まない国と称されたスペイン、その最高権力者にして芸術をこよなく愛するパトロン、とりわけテツィアーノを寵愛し世の肖像画を描けるのはテツィアーノただ一人と公言してはばからぬほどでした。プラド美術館はそんなカール五世のコレクションによって生まれた美の殿堂。美しいものを愛し愛でる心はエスパニョールもベネチアンも変わりません。みんな聞いてくれよ。マリア様の絵にしか興味のなかった僕が初めて生きている女性に目がいったんだ。
それはこの間の雪の日のこと。ベネチアに雪なんてあんまり珍しくて、思わずギターを引っ張り出して表で歌っていたら、するとそこに彼女、生きているマリア様。見た瞬間心を奪われてしまった。僕もベネチアの男、一言声をかけようと思ったけど全然ダメだった。このまま見ているだけの人生ってなんだろう。どうしていいか教えてください。マリア様。あ、返事が来た。どれどれ。おいおい、ベネチアの男がそんな情けないことでどうするんだよ。恋はゲームだよ、ゲーム。そんなに力まずにチャーって気軽に声をかければいいんだ。それでゴールさ。いやー、羨ましいね。恋の息苦しさなんてもう何年も忘れてるよ。ボートを漕ぐ苦しさは知ってるけど、プラトニックラブってやつだね。今時そんな純真な若者がいるのが嬉しいね。なんとか恋のゴールが決まるのを祈っているよ。まあ恋愛は一つの船を二人で漕ぐようなもの。二人の気持ちが合わなくっちゃな。まずは自分のゴンドラをじっくりと漕いでみるべきだな。そんなこと言われても、あ、どうしたらいいんだ。徹夜の野絵はじっくりと読む絵と呼ばれています。なぜなら彼は絵にさまざまな偶意を散りばめながら、自らの絵については何一つ書き残していないからです。徹夜のが絵を通して何を伝えたかったのか、それは想像し読み取るしかないのです。今日の一枚、徹夜のがこの絵に込めた数々のメッセージをじっくりと読んでみましょう。徹夜のを育てた町ベネチア、その美しさはアドリア海の女王と歌われ、ヨーロッパ有数の貿易港として栄えてきました。世界中の人と文化が行き交う国際都市、常に新しいものを求め純粋に美しいものを愛するベネチアンの気風は、そんな港町の土壌から生まれました。15世紀の終わり、アルプス山麓の小さな村に生まれたテツヤーノは、二十歳の時ベネチアの天才画家と呼ばれたジョルジョーネの助手となります。ジョルジョーネの代表作「眠れるヴィーナス」、海上都市ベネチアに住む貴族たちが憧れた起伏に富んだ牧歌的な田園風景が、詩情あふれるタッチで描かれています。その風景の中で無邪気に眠るヴィーナスの横顔、美しい羅針は清楚な中にも光り輝くような神々しさにあふれています。貴族の演奏を聴く人夫を描いた田園の奏楽。1510年ジョルジョーネはこの絵の制作中に30歳の若さで急死します。この遺作を仕上げたのはテツヤーノでした。その筆は画面全体にわたり、どこを描き足したかわからないほどジョルジョーネの画風に迫っているのです。まだ二十歳を過ぎたばかりの青年画家は、天才と謳われた師匠と肩を並べるほどに実力をつけていたのです。ベネチアの街の一角にそびえる
サンタマリア・グロリオーザ・デイ・フラーリ教会。ここに徹夜の初期の傑作があります。聖母飛翔殿。まさに天に昇ろうとする聖母の生き生きとした表情、聖母を見送る人々の躍動感、これまでになかったドラマチックな祭壇画は、常に新しい美を求めるベネチアの人々を熱狂させ、評判が評判を呼びます。テツィアーノの名声は高まり、ベネチアにある教会のほとんどに彼のマリアやキリストが飾られたほど。さらにベネチア貴族のほとんどがテツィアーノに肖像画を依頼したのです。そのリアルな質感と生き生きとした表現に誰もが魅了されたといいます。ベネチアンたちの目を見晴らせたのが、彼が描き出すヴィーナスの輝くような裸体とリアルな存在感でした。ウルビーノのヴィーナス、スペインの巨匠ベラスケスも絶賛した一枚。全裸のヴィーナスがこちらを見つめています。背景には貴族の侍女たち、足元には忠節を誓う犬が、手にしたバラはヴィーナスを象徴しています。まるで女性の寝室に入り込んでしまったような気にさせる絵です。この絵はウルビーノ公の王子がティツィアーノに注文して描かせたものです。これは10歳でお嫁入りした妻が14歳になった時に送ったもので、愛の女神であるヴィーナスを理想像として、妻にそのようになってほしいという願いを込めたものでした。画家がこの絵に込めたのは、愛する若妻に対する夫の切なる愛情でした。このヴィーナスは予想外の評判を呼びます。噂を聞いた情熱的なベネチア貴族たちは、我先にとテツィアーノにヴィーナスの絵を注文し始めたのです。おい、みんな聞いてくれよ。なんとマリア様にまた会ってしまったのです。僕だって情熱的なベネチアンの端くれ、なけなしの勇気を振り絞ってもう一度声をかけようと思ったんだけど、足が一歩も出ずに全然ダメでした。悪夢のようだ。やっぱり僕には無理だ。マリア様は犯すべからざる存在。このまま崇拝していれば満足。おいおい、思い込みが強すぎるよ。一旦下船して頭を冷やすことをお勧めするよ。確かに気持ちはわかるが、女性をそこまで神聖視してしまうのはどうかな。神様ペレだってベッケンバウアーだって所詮は同じ人間なんだから。そうそう、マリア様なんて神様を冒涜するような名前をつけるからいけないんだ。もっとふさわしい名前があるだろ。ほら、ヴィーナスだよ。ヴィーナス？裸の神様でしょ。彼女のそんな姿想像できないよ。何言ってるの。ヴィーナスは崇高な愛と美の女神じゃないか。プラトンも言ってる、ヴィーナスは女性の理想像さ。そういうものですか。今日の一枚は裸のヴィーナスとオルガン奏者の絵です。白く輝くばかりの羅針の愛と美の女神、当時の人々が憧れる理想の女性像。そのヴィーナスに向けられたオルガン奏者の視線は何を意味するのか。まずは背後の庭園の風景を読み取ってみましょう。ティツィアーノの研究家
ジェンティーリ教授は絵の中に込められた意味をこう分析します。この絵の奥に見える庭園は愛に関するさまざまな寓意が散りばめられているのです。例えば男性の頭の横の抱擁し合う男女の姿はまさに人間の愛情表現ですね。立派な角を持つオジカは男性の象徴です。一方噴水の柱になっているのは下半身がヤギの神サティロスで色欲を司る神です。そこにいるクジャクは愛によって得られる利益を意味しています。そしてその横にいるメスジカは女性の象徴、つまり庭園全体で男女の肉欲的な愛を示しているのです。ヴィーナスの絵を依頼するのは常に男性です。いかに愛する妻でも裸像には描けなかった時代ですから、男性たちは最も美しい理想の女性像としてのヴィーナスにその愛を託したのです。庭園の風景に隠されていたのは数々の愛の象徴。しかしそれだけではないのです。そもそもなぜオルガン奏者がヴィーナスと一緒にいるのか、ここも読み解いてみましょう。ベネチア、運河の水面を渡ってくるのはカンツォーネ、愛の歌。歌の伴奏はアコーディオンが定番です。実はこれもオルガンの一種です。中世の頃に発達したパイプオルガンは教会の祭壇に備え付けられた巨大なものでした。やがてルネサンスの頃、持ち運びができる小型のパイプオルガンが登場するとたちまち流行となります。それによって人々は気楽に音楽に触れる楽しみを手に入れたのです。楽器は愛を語る格好の道具でした。16世紀、港町として栄えたベネチアは外国からの労働力が急増し、人口の半分が独身の男性でした。それを目当てに1万人以上の娼婦がいたといいます。その中にコルティジャーナと呼ばれる高級娼婦が現れます。彼女たちは金持ちや貴族の愛人となり、貴婦人のように着飾り、音楽や歌にも優れた社交界の花でした。それはあくまでも偽りの愛であり、虚飾の美。しかしテツィアーノは高級娼婦をこう描きました。柔らかな表情や輝くような肌、虚飾の中にもヴィーナスのような清らかさを持たせて。この頃の乱れた風潮に対抗するように、ベネチアの知識人の話題となったのがプラトンが唱えた愛と美でした。その手本となったプラトン哲学の解釈書。15世紀、プラトニックラブという言葉を初めて使ったのが作者のフィチーノでした。彼は愛を司る美には3種類あるといいます。魂の美は心で感じ、肉体の美は目で感じ、音の美は耳で感じる。愛は常に心、目、耳によって満足する。
音の美とはすなわち音楽。音楽は愛の寓意と取ることもできるのです。愛と音楽は同じものではありませんが、とても似ていると言えます。音楽はハーモニーが取れていなければなりませんし、愛にも同じように調和がなければ幸せな愛とは言えないでしょうからね。ヴィーナスはオルガンが奏でる音の美を耳で感じています。それに対してオルガン奏者はヴィーナスを見つめることで肉体の美を感じているのです。音と肉体の美、そのハーモニーが生み出す愛の形、ティツィアーノが求めた最高の愛と美の姿です。それはまさに神様のお引き合わせだったのかも。再びベネチアに雪が降った日でした。ごめんなさい、ぼんやりしてて。いえ、こちらこそ。あ、ヴィーナス様、しかも笑ってる。本当に夢を見ているようだ。もしかすると僕にもヴィーナス様と愛を語る日がやってくるかも。そうなくはいけないよ。こんな説もあります。オルガン奏者の視線、その先にあるヴィーナスの裸体、それを描いたのはティツィアーノです。つまりヴィーナスの美は画家が描き出した美、それに見とれ思わず鍵盤の指を止めるオルガン奏者。絵画の生み出す美こそ思考の美である。ティツィアーノはそうつぶやきながら絵筆を置いたのかもしれません。1556年、ティツィアーノの最大のパトロンだったカール5世は退位して全ての権力を捨てます。それでも手放さなかったのがティツィアーノのコレクションでした。ティツィアーノの思考の美に触れるならマドリッド・プラド美術館へ。ヨーロッパ全土の美術とともにカール5世をはじめ歴代の王様が集めたティツィアーノの数々をここで見ることができます。そこにある愛と美の究極の姿。さまざまな寓意を散りばめながら画家が挑んだ肉体と精神の楽園、それはじっくり読むへと言われる通り、読み進めれば進めるほど果てしない愛と美の迷宮に迷い込んでいくようです。ティツィアーノの作ヴィーナスとオルガン奏者、ベネチアを彩った愛と音楽の共演。